朝日放送の青春キャンパスをお聞きの皆さん、こんばんは、中森明菜です。せーの、明菜ちゃん。こんばんは。せーの、あのね、もう先週から先々週からずーっとこればっかりでございます。明菜ちゃん、明菜ちゃん。バンドエイジでございます。どうも、長井刑事です。青春キャンパス。今週はですね、素敵なゲストでございます。こちらにいらっしゃいますよ。こんばんは。こんばんは。金曜日、朝日放送ならではでも、はい、月曜日から木曜日に出たことある青春キャンパス。ありますよ、もう聞いたことあります。そうか、そういや出てたな。自慢にならんの。2回目でございます。はい、今日はスペシャルゲスト、あきらちゃん。ゆっくり今日は喋ってもらいます。そうです。はい、どうぞお楽しみに。キャンパス。この番組は月のマーク花王石鹸がお送りいたします。さて、先ほど申し上げましたが、あきなちゃん、来ていただきましたので、はい、いつものようにですね、キャンパス情報、いらんよ、今日はお届けすることはできませんので、今日はいりません。他の局の皆さん方、ごめん、はい、一言謝っときゃ物事は収まるんだ。謝るんだ。お休みをさせていただきました。あきなちゃんにいろいろと、お話を伺おうと。はい、これはですね、このコーナーがどうして誕生したかって言いますと、おっきな皆さん方から無理やりゲストということで、はい、みんなが呼んでほしい人って言うんで募集したんです。はい、そうしてずっと言ってたらね、そうそう、マッチがトップだった。ずっとマッチがトップだったんです。ほんまにトップやった。ほんで最終日にね、マッチを抜かして明菜ちゃんが4票差でトップになります。みんなから作ったんちゃうかって怒られます。そうそうそう。これはもう我々現世でほんまに明菜ちゃんトップで、明菜ちゃんがトップやったということで、ね、それでもうね、急遽じゃあ来ていただく。今日ありがとうございました。ありがとうございました。忙しいのにね。マッチのファンの子どこらへんちゃいます。この前来ていただいた時にはね、随分とプライバシーのこともお父ちゃんの話や中心で聞きましたもんね。あの時は僕浮いてましたからね。そうそう、今日は少し何分ちょっと落ち着いてますけどね、ちょっと落ち着きました。おかしいよお前は、ほんまに。なんでおかしいんですか。あきなちゃんに別に何か言うたって手が届くわけでも何でもないね。だからもう僕はだからそこはもう諦めました。諦めて落ち着きました、気持ちが。聞きますがね、あきらちゃんなんか、おじさん的な人っちな、何歳以上がおじさんになります、あきらちゃんから見て。そうですね、30ぐらいの人ですね。もう若々のさ、もう早く終わってるわ。30なんか。30でおじさん。43ですよ。もう、あ、そうですか。でもうちの父より若いですね。もうおっさんですよ。僕と二回りちゃうんですよ。あ、江と同じなんで、辰年で。あきらちゃん江となんだ。あきらちゃんは何でしたっけ。あ、僕より一つ下やから。みどし。蛇。そうです。蛇ね。なんか蛇っていう感じしますね、性格的に。なんとなく今ね、どうしたか。可愛らしい。初めてテレビでもやったことないね。いや、今舌をね、あきらの素顔分かれへん。ラジオ聞いてる人。ラジオ聞いてる人に言うたらへんねん、これ。何したか。ベロベロ、舌をね、どう言うたらいいんですかね、ベロベロベロっとこう出して。蛇がするようにね、これドロドロドロっとこう。かわいかったね。バンドさんがやったら汚い。汚いわ。蛇は自分自身で好きじゃないでしょ。いや、大嫌いです。大嫌い。大嫌いですか。大嫌い。見たことあります、こう道なんか。あります、あります。動けなくなっちゃいます、私。ほんなら、好きなもんちなんですか。好きなもん。食べ物とかで好きなもんとか。お前ね、ありふれたこと聞くな、花では。花ありふれてるわや。そっちの方がもっとありふれてるわ。それでは一つハガキが来てますので、はい、一つ答えてあげてください。はい、全国のアキナファンの代表からいただきました。はい、ありがとう。俺はお前に腹立つねん。誰ですか。ゲストのケンヤがな、ほうほう、一言多いぜ。アキナちゃんや聖子ちゃんが、お前な、舐めとんのか。お前って芸能人面しやがって、はい、お前が人気のあること自体、その自体がおかしいんや。お前がアキナちゃんにイチャつっきょるやろう。応援する俺たちにとっては、お前何しとんねんと。どないたいんやで、バカタレが。今後、アキナちゃんとな、イチャつきやったらな、俺な、いやいや、俺たち親衛隊一同が許さんねや。芸能界にお前なんかおる資格はないんや。お前にはな、ゲストは不要や。腹立ってんねん、俺たちはな。全国500万のアキナちゃんファンが全部が腹立ってんねん。なあ、大阪芸大留年してしまえ、言うてね、お話聞いた。これはもちろん僕に対する、書いてある。あ、マイクの前でいいよ、何かこう書いてあるのちゃんと。あきなちゃんのファンの方。うん、もうちょっとこう心を広く持たないと。
あ、この子ね、この早くくれた子、こんなね、わかりますけど、わかってんねや、ね、わかってんねや、ね、ちょっといや、怖いですよ、そんなに言っちゃダメだ、ダメ、うん、怖いね、何が、謝っておきましょうか、お前は、お前に僕に来たんでしょ、うん、坂東さんはええねん、アキナちゃんとなんぼ話したって、許してくれてんの、不安の人は怖いから、ね、お前やねん、問題はおろそか、これ、アキナちゃんそんな怖いですね、僕ね、前いっぺんね、あのベストでね、聖子ちゃんと一緒に歌った時にね、はい、歌があったでしょ、はい、あの歌った時にね、たまたまあの飛行機が一緒やったんです、聖子ちゃんと朝ね、はい、大阪帰ってくる時に、はい、だから大阪空港にね、聖子ちゃんの死にたいとかね、はい、もうこう反り込み入れたらガーってこう怖い兄ちゃんがいるたんですよ、空港に、はい、だからやばいとか思いつつね、こう空港を出たんです、聖子ちゃんが後やったけど、はい、僕がバーッと降りてた時に、はい、あの聖子ちゃんの死にたいに囲まれましてね、はい、ケツボコン切られましてね、あらたまたま僕のファンの子が来てましてね、うん、3人ぐらい女の子が、うん、ああいう時と女の子強いですね、僕を助けてくれたんです、うん、何すんなよそう強いね、女の子だよ時で女の子は強いですよ、いざとなるとね、強いです、強いです、あだからまたまたアキナちゃんが、まあ、前から思ってたけどね、あんまりアキナちゃんアキナちゃんに言ったらまたアキナちゃんの親衛隊にね押し入れられるんちゃうかな、いやそんな私の親衛隊の子は優しいですからね、よくね、なんていうとこう、聖子さんの親衛隊の子は異常力風ですけど、親衛隊ね、あ、坂東さん親衛隊ないんですか、何が坂東英二親衛隊、ほらこの衛兵や、ということで、はい、またあの後ほどね、このお知らせを挟んでね、はい、今度あの芸能界についていろいろとお聞きしたいことがあります、はい、とりあえずお知らせ、恋なんてスタイリングってシャンプーから始まるのよ、知ってた、どれ使ってもスタイリングには関係ないんじゃないの、うん、ところがどっこい、この新しいリーゼシャンプースタイリングしやすい髪に洗い上げるの、本当、うん、髪に合わせてね、2タイプあるのよ、うん、もっと張りが欲しい髪にはグリーンのノーマルタイプ、柔らかさが欲しい髪にはピンクのモアソフト、あとのトリートメントも2タイプ揃ってるの、もちろんトリートメントとペアで使えばスタイリングの準備は OK よ、私も使ってみようかなそう来なくっちゃ、スタイリングする髪に新発売、リーゼシャンプーとトリートメントコンディショナー、それぞれ800円です。よしこちゃん、こんなヘアスタイルできる？ちょっと難しいけどリーゼで決めちゃお、シュッとスプレーするとウェーブもカールもくるっとできちゃうの、イメージ通り、ドライヤーの熱から髪を守り、ヘアスタイル思いのまま、美しいブローにリーゼブロースタイリング、スタイリングした髪にはヘアモイスチャー新発売。さてね、このところアキナちゃんにも聞いときたいと、あのバンドさんらはね、芸能人とか言われても僕らは違う一つのね、あの評論家という肩書きがある職業は一応野球評論家なんですよ、うん、そうそうそう、でも野球評論家させてもらえないんですけどね、いやいや、そういうのがあるからねなかなか芸能界のことがわからんところがね、あの14や15のね、あのお嬢ちゃんなんかがね、あの歌手になりたいとかタレントになりたいというね、ハガキがものすごい多いの、どうしたらいいか、僕なんかにしてもあんまりそういう東京に行くことも、ね、まあ、最近少ないですしね、はい、だから、まあ、アキナちゃんは歌手でね、いろんなこと、はい、仕事なんかしてるから、アキナちゃんから見て芸能界で出るとこからみんなに、はい、